マリア・ナフブリオトは、ギリシャのアテネ出身の女優。ダンサーとして10年間の活動期間があり、その後女優となった。舞台女優としては、ギリシャ国立劇場などにおいて、ウィリアム・シェイクスピア作の、ジューニアや、恋の骨折り貝、リアウォー、ヒョードルド・ストエフスキー作の、ハクチ、モリエール作の、ドム・ジュアン、エウリピデス作の、アウリスのイフゲニア、アイスキュロス作の、 オレステアなどに出演している。また、何本かの映画にも出演している。2008年の3月24日には、オリンピア遺跡のヘラ神殿においての北京オリンピックの聖火リレーの採火式に出席し、点火者となった。式典の途中、北京オリンピック組織委員会の隆起会長の演説中、乱入者はあったものの無事取り行われ、古代ギリシャの巫女の格好をした彼女は、 ギリシャ神話における太陽の神、アポロへの踊りや、祈祷、言葉の後、多面の反射鏡を使用し太陽光を集め点火。当地から火鉢に移された聖火は、近くのオリンピア競技場へ運ばれ、2004年に開催された、アテネオリンピックのテコンドー男子80キロ級、銀メダリストのアレクサンドロス・ニコライディスへと渡された。この式典に出場したナフプリオトゥト・ニコライディスの名前は、 中国の賃倒しの下着メーカーによって勝手に商標登録された。ありがとうございます。